FM Naha. Your radio station. おはようございます。棚原里穂ののんきにコケコッコ始まりました。第4回目パチパチパチ、ありがとうございますはい、今日は8月30日、あっという間にもう8月も終わっちゃいます。皆さん9月ですよ。もうね、今2018年 9月10、9、10、11、12、あと4ヶ月で2018年も終わっちゃいます。あっという間、ちょっともう体感スピード半端なくて、あのね、1週間がの感じるスピードが1ヶ月に感じるが正解、合ってますよね。1ヶ月のスピードが1ヶ月、1週間、待ってください、意味わかんない1週間の速さが1ヶ月に感じる。そうそうそう、わかりました。それぐらい早いんですよ。もう眠って起きたら1週間終わってたみたいな感じで、もうどん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 日々が過ぎていきますが、あのですね、2回目ぐらいにお話しした安室奈美恵さんのお話めっちゃしたんですけど、あの時にね DVD 買ったって、ライブの DVD 買ったので今日届いてるかもって言ってたんですけど、なんとあれ勘違いでなかなか届かないなと思ったら先行予約の受付だったんですね。だからそりゃ届かないわね。めっちゃ楽しみにして届かないのおかしいなと思ったら、なんと先行予約だったみたいで、でもねこれ先着だったんですけど、先着でなんか初回限定版の DVD を買うとなんかグッズがついてくるやつもあって、まあ、先着なのでついてるかどうかわかんないですけど、来てからのお楽しみということで、ついてきてたらラッキーだなーって思います。しかもね、今台風が近くになんか 2,3 個いるじゃないですか。だからもっともっと多分 DVD 届くの遅くなるんですね。もう迷惑ですよ台風、そんなもう早くいなくなっちゃえって感じなんですけど、本当に当たり年すぎて今年の台風びっくりします、本当に。で今日は8月30日木曜日、いつも毎週金曜日はですね RBC のおきちゃんっていう番組に出てるんですけど、先週の金曜日に行った那覇市にあるおはこるってっていうあのパン屋さんがあるんですけど、皆さんわかりますか？あの那覇市泉崎にある、あと港川とか他にも店舗いっぱいあるんですけど、めちゃくちゃおしゃれで、そのパン屋さん、あのパンを売ってるだけじゃなくてカフェもついていて、このなんていうんですか、パンを食べながらコーヒーも飲んでモーニングができる的 なん、もうめちゃめちゃいい雰囲気のおしゃれ で実際試食もしてめっちゃ美味しかったんですよ。レモンシュガーのフレンチトースト、めっちゃ美味しかったです。もうこれおすすめなので、ぜひぜひ朝にいかがでしょうか。まだご飯食べてない方もいるんじゃないですか、9時半ですけど、のんきな方は私のようにのんきな方はぜひ行ってみてください。超おすすめです。さあ今日もこんな感じで1時間お付き合いください。
金原里穂ののんきにコケコッコ始まっています。なんとですね、最近ですね、この今バックでも流れてるんですが、 WB のななみちゃんのダンスレッスンを受けてきたんですよ。で、私小学生から中高校生ぐらいまでダンスやってたんですけど、なんかがっつりダンス、ダンスって言ってもダンスやってたって言ってもめっちゃダンサーみたいなダンサーじゃなくて、どちらかといえば創作系、なんかミュージカルの中に出てくるダンスみたいなのをやってたんですよ。で、久しぶりにダンス踊って、本当にこのレッスン、ワークショップ受けた日ですね、このラジオの収録だったのでちょっと遅れていって30分しか受けれなかったんですが、なんと2日後に筋肉痛きました。残念、もうびっくりですよ。まだ20歳だし、もうなんかね、ほら、よく年を取ると2日後に筋肉痛来るよって聞いてたので、もう衝撃すぎて、え、まだ20歳ですけどと思って、いやいやいや、これは年関係ないと思い、ちょっと筋肉痛のことについて調べました。あのですね、まず筋肉痛3つのメカニズムがあって、まず筋肉に負荷をかければかけるほど筋肉の中にはなんか乳酸とかのなどの疲労物質がたまるそうで、その物質が引き起こすのがまず原因の一つで、これがですね、すぐ起こるのが持続性筋肉痛っていうのが原因がこれなんですけど、2つ目はですね、筋肉が大きな力で収縮を繰り返すと小さな破裂何かが起こる。それで傷ついた部分が炎症を起こして筋肉痛みたいになるのもあって、そう、これは持続性筋肉痛の原因なので、3日後とか2日後に来る筋肉痛とはあんまり関係ないようなんですが、あと一つが傷ついてボロボロになった筋肉の繊維が一度分解されてから、その部分に新しい筋肉の繊維が合成される。で、損傷した筋肉繊維なんですか、この繊維やその周辺組織が回復過程で炎症を起こし、その際に発生する痛みが筋肉の膜を刺激して痛みを伴うとか、そういうのがあるそうなんですよ。で、筋肉運動後すぐに筋肉痛が起きているのは筋肉の破裂と疲労のこの物質なので、2日後ぐらいから痛いのは回復のための炎症ということになるそうです。だから要はあれなんですね、筋肉痛は起こったら筋肉が頑張って回復してるっていうことなので悪いことではないということなんですけどね。あんまりなんかね、2日後に来るの良くないっていうから、もう年のせいかと思ったんですけど、でもね、やっぱ年のせいじゃなくて、この普段の運動量とかにもよるようなので、なんていうんですか、普段運動してる人はやっぱり筋肉がこのその分慣れてるので、そんな簡単に筋肉痛にならないというか、だから年のせいではないということです。お分かりいただけましたでしょうか。日本語が変ですけど、もう普段どれだけ筋肉を使っているかがこのあれなんですね、筋肉痛につながるかつながらないかというわけなんです。だから20代から30代でも 2,3 日遅れで筋肉痛が起こることは十分ありえます。イエイ。そんな時は全力を出し切れなかったそうです。なんて言うんですか、この筋肉痛って筋肉痛なん、あれなんですよ、なんだっけ、筋肉痛がやってるパターン、やってくるパターンはしっかり体を追い込めておらず、中途半端にしか筋肉に刺激を与えられていないということみたいですよ。だからどこかでセーブしてるとかで、筋肉に逆に筋肉にしっかり負荷を与えて
与えると疲労物質が分泌されるので筋肉繊維を思いっきり損傷させることができればすぐに筋肉痛はやってくるという意味が分かんない、全く意味すぐに筋肉痛をやってくるのは思いっきり筋肉を動かして損傷させることができてればすぐに筋肉痛はやってくる、しかし筋肉痛が遅れてやってくるのはしっかりと追い込めて体を追い込めていなくて中途半端にしか筋肉に刺激が与えられてないから後から来るんですね。なるほどなるほど、じゃあ中途半端に運動しちゃダメだということです。まとめるとそういうことです。ということで年齢は関係ないということでした。筋肉痛はお分かりいただけましたか？はい、でも驚きでしたね。どんだけ運動不足だよって感じで、でもねダンスめっちゃ楽しかったから本当にまたやりたい、通いたいって思いました。なんかダンスしてるとこの何かに夢中に、ね、なってる時皆さんそうだと思うんですけど、なんか余計なこと考えないでいいから超なんかストレス発散っていうかもうなんかリフレッシュっていうできるね、いいですねそういう何か。でもなんか続けたいな、今はもうなんか同じ毎日を過ごしてて、まあでもねいろんなことにチャレンジしてるので刺激はいっぱいですけど、なんか特技とか身につけたいです。ちなみに特技はけん玉です。けん玉とマッサージ、肩もみは一番自信あるのはマッサージなんですよ。もうこれだけは自信あります、誰にも負けない。超うまいです。けん玉はもうやめって言われるまでできていたんですが、今は実際どうなっているか分かりません。いろんなでけん玉ってけん玉検定とかあるのでぜひぜひ機会があれば受けてみたいな。これってどうやって受けるんだろう、すぐ受けられるのかな。でもなんか結構ねパーンって大皿に乗ったら何球とか、その縦の細長い部分に乗ったら何球とかですぐなんか段上に上がれるそうなのでやりたいな。はい、全く筋肉とは違う話をしてしまいましたが、筋肉痛ね。皆さんは何かしていますか？筋肉といえばね、あのボクシング、キックボクシングをずっとやりたいと思っていて、まあなかなかやってないんですけど、一回アグレナリンで糸満、沖縄水産高校のボクシング部の取材に行ったんですよ。でその時になんとリングに上がらせてもらって、一緒にボクシングの体験してめちゃめちゃ楽しかったんですよ。それがもうなんか普段とは違う、この普段なかなか登れない、テレビでしか見たことないあのリングの上に上がって、でボンボンってなんか技っぽいことしてそれらしいことしかできてなかったですけど、それらしいことしてめちゃめちゃ楽しかったんです。でなんか今このあれとなんだろう、この体幹トレーニングじゃなくて何ですか、よくモデルさんとかがやってる、今流行ってますよね、圧力トレーニングじゃなくてなんて言うんだろうあれ、ちょっと待って、思い出したい。まあなんかあるじゃないですか、よくジムに通ってやるやつ、この何ですか、必要なところの必要な筋肉だけ育てる的な、あれやりたいな。よくモデルさんとかタレントさんとかがやってるんですよね。なんだったっけあれ、あ、パーソナルトレーニングだ、思い出した、すっきり。そうパーソナルトレーニングめっちゃきつそうだけどめっちゃ興味ありますね。あれやってみたいな。なんか程よい筋肉つけたいですね。お腹縦にピキって割れたり、シックスパックはいらないですけど、女の子なので、だけど2つ割れとかなりたいですね。あー、そうだけどね、でも筋肉質だからいらないところにつくんですね、足の筋肉とか。意外となんかヒョロヒョロそう、ヘロヘロそうっていうかヘロヘロしてるからなんかそういう風に見えるかもしれないんですけど、結構筋肉質です。スポーツやってなかったのにもうめっちゃなんか足筋とかあります。なんでだ、だからほぐさなきゃいけない。なんか綺麗な、ね、筋肉つけたいですね。歩き方とかかな、でもきっ
っとそうだ、それしかない。はい、ということで筋肉のお話でした。それではここで聞いてください、ピラノパオルさんのパッキャマランドでハッピーラッキー。
さあ、棚原里穂ののんきにこけごっこ始まっています。はいはいはい、今日のですねテーマはですね愛用品ということで、私の愛用品はですね、あのまずね愛用品ってなんだろうと思ってちょっとあの検索してみたら、愛用している品、いつも好んで使用しているものと出てきました。ということで、いつも好んで使用しているものいっぱい考えたんですけど、まずいっぱいありますよ。リップですね。あのずっと使ってる口紅があって、イヴ・サンローランのあの結構濃いピンク、それはお気に入りです。もうね綺麗に使いました全部。だからリピートしてまた新しいのあるんですけど、それがなんか自分の愛用品かな。まず化粧品だと結構ね口紅とか肌が黒いので似合うのと似合わないのがあるのでね、このピンクは好きですね。で第2弾じゃじゃん、鼻セレブ、わかりますよね、ティッシュです。私鼻炎なので、あの結構ね鼻水何回もこのティッシュで鼻を噛んでたら、あの結構乾燥するじゃないですか鼻周りが、しかも痛いんですよねやり続けてると。だからそんな時に鼻セレブ使うと、もう優しさ、本当に優しさの塊ですよ。あのティッシュはやばいですね。全然痛くないし、もうなんならなんか肌触り良すぎてずっと顔にくっつけときたいぐらい、本当にあれはいい。もういつも眠る時に枕の上の、あの頭の上、あ枕の上の頭の上って何ん、あ枕の横に置いてて、あとは車にも置いてるので、もう何か鼻の事件が何かあったらすぐ鼻セレブです。これはマジで鼻、あの鼻のなんか鼻炎の人とか絶対わかると思います、共感してくれると思う。本当にね鼻セレブ作ってくれてありがとうございます。わかんないですけど、あとはピアス、お気に入りあって、トイストーリーに出てくるグリーンアーミー、グリーンアーミーメンってご存知ですか。あのトイストーリーのおもちゃなんですけど、ちっちゃい緑のあのアーミーさんたちのあのピアスを友達からディズニーのお土産でもらって、これはめっちゃお気に入りです。なんかつけてたらこのピアス可愛いって言われるから超、でも本当に可愛いんですよ。だから1週間7回あるじゃないですか、7回のうち 5回ぐらいつけてるかもしれないこれだけしかピアス持ってない人みたいになってるかもあとですね、あのあれ、あのね身長が私154センチ、まあ 4.5 って言ってるんですけど、154.5センチしかないので、あのやっぱ身長を下げりたいんですよ。だから厚底のヒールがあって、あれ結構15センチぐらいあるんですけど、あのハイヒールみたいにピンのヒールじゃなくて厚底なので、なんて言うんですか、ただ地面の高さが15センチアップしたっていう感じで、あのもうなんて言うんですか、足も疲れないんですよね、平坦だから、この高さが厚底なだけで。だから走れるし、もうなんかもう何でもできるか、この靴。しかも身長がこんな15センチも下げたら、154から15はなんだ、10センチで160だから165ぐらい165ぐらいかな、までインチキしてますね結構身長下げちゃうんですよ。だから靴脱いだら、え結構ちっちゃいんだって言われます。でもね身長大事だからね、伸びなかったからもう物に頼るしかないですね。この靴は本当に手放せないです。まあ基本的にいつも厚底なんですけど、この黒い厚底は優秀すぎて、もう走り回れるっていうのが一番のポイントですよね。だからよく転ぶので、転ばないし、この靴だと、そうめっちゃ優秀な靴に出会えたんですよ。それがこれは愛用ですね。あとね、インスタントカメラ撮るんです、今流行りの。あれはいいですよ。あれね、あのバカチョンでしたっけ、よくバカチンでしたっけ、バカチョンでしたっけって言われてるあのカメラあるじゃないですか、使い捨ての、小学生の頃とかよく使ってたやつ。あれ結構夜とかにフラッシュ焚いたりして撮ると、結構インスタ映えの写真撮れるんですよね。
結構で一回買って、でしかもこのインスタントカメラで撮った写真をそのままあの携帯に送ることができて、そのままっていうかあのカメラ屋さんでいろいろやってもらって携帯に送ることができるので SNS にも載せれるし超いいんですよ。なんか味のある写真になるからぜひ使ってみてください。でそうそうそういいんですよね、あのインスタントカメラだけどね。今ね欲しいのがあって、一眼レフのミラーレスカメラが欲しいんですよね。もうずっと欲しい欲しいしてるけどなかなか、だってカメラって何がいいか詳しくないからよくわかんないし、なんかお店で聞いてもよくわかんないから何が違うんだ一体全体っていう感じなので、なかなかもうね買うっていうところまでいかないんですけど、でも今可愛いのがあって、あの藤田ニコルさんとかが使ってる、あのニコルンが使ってるやつ、あのねなんだっけ、あのおしゃれなんですよね、あのカメラ見た目が良くて、なんかやっぱ持ってるだけでね、このねステータスというかなんかおしゃれっていうのがいいですよね。あのカメラ超欲しいんですよね。何が違うんだろう正直、だって画素数とかなんかあまり変わんないって言われたし、うん、まあいっか、もう見た目で買うしかないですよね、そこまで来たら。もうなんかとにかく携帯に Wi-Fi で送れれば何でも OK かなって思ってきてます最近。だから買っちゃおう OK ということで、で一番の愛用品、もうこれは皆さんもう全日本全世界共通、全世界分かんないですけど、もう多分ほぼほぼ同じだと思います。発表します。ドルルルルルじゃん、携帯です。ピンポーンね、多分絶対携帯が一番の愛用品だと思います。もうこれは手放せませんよね。うん、しかもいつも好んで使用しているものもう携帯ですよね。本当にこれがないと私たちはもう何もできません。いや私は何もできません。もうだってお仕事も携帯で連絡取りますよね。で SNS がないと発信できないし、情報収集もほぼほぼ SNS ですし、いやー携帯がない時代想像できないです。あの OK バブリーとか言ってるあの携帯もあれ写真とかでは見たことあるんですけど想像できないですね。今あれだったらどうなんだろうみたいな。あとポケベルとか、あれってなんだっけ、ポケベルってあの暗号みたいな感じなんですよね、合言葉的な、よくわかんないですけど、もう本当にだって昔の人ってどうやって待ち合わせしてたんだろうね。だって腕時計とかももししてない時代だったら今が何時かもわからないし、太陽で感じてたのかな、ありえますよね。太陽のこの出具合、てっぺんに太陽あるときは12時みたいな、それでなんかどこで待ち合わせみたいな感じだったのかな。いやー恵まれてる世の中に生きていますね、ありがとうございますもうなんということで、もう愛用品第1位は絶対携帯だと思います。皆さんの愛用品なんでしょうか。これがないとねもう欠かせないですから、もう今までもこれからも携帯様様です。はい、だけども本当に携帯ばっか見すぎて、もう YouTube とか音楽聴くときも携帯だし、もう何でもできちゃうからね。テレビも見よう、テレビも見るようにしよう。そうということで第1位は携帯でした。はいはい、ではここで聞いてください。さっきあのフィニックスの話で出てきた WB ですね、WB でいきますよ。ハングインデアです。Watch all the game. I think I just saw me 周りの目に
this、yeah! I am hoping for the best 言葉に出したいのにやっぱり put your face あなたのことばっかり my life ファイファイじゃ届かない気持ち right high、止まらないこの想い伝えたい I love you さあ、棚原里穂ののんきにコケコッコ。はい、ここでですね、カラーズのお知らせをしたいと思います。私が所属しているモデルタレント事務所カラーズのイベント情報をお知らせしたいと思います。なんとですね、いっぱいいっぱいイベントありますよ。8月は違うな、間違えました。9月2日日曜日、三栄ハンビータウンにてレモン館子どもファッションショーがあります。こちらですね、なんとカラーズのキッズダンスチームが出演するんですが、なんとなんと MC に前城みすずさんが出ます。我らがみすずさんです。カラーズの先輩で、今すごい CM とか番組とかにもたくさん出演しているみすずさんが MC です。そしてラビラブアイドルスクール、カラーズのですね、ボイスダンスボイスレッスン生から結成されたちびっこアイドルグループなんですけど、もうめちゃめちゃ可愛いので、ぜひこれは必見です。ぜひ皆さん見に行ってください。で、9月2日日曜日に三栄ハンビータウンにて、そして9月9日日曜日、三栄串川メインシティにて、どちらも14時からあります。さあ、皆さんぜひぜひ、もうご家族お友達誘って遊びに来てください。たくさんダンスチームも出ますし、そしてアイドルも、そしてみすずさんの MC も見れますし、あとですね、レモン館のファッションショーですので、一般から応募して出るちっちゃい子たちがファッションショーに出るそうなので、ぜひ楽しいと思います。見に行ってみてください。そしてですね、この間もファーストシングル発表したロリポップがですね、またまた定期ライブがこちら FM 那覇にてあります。こちらはですね、9月15日です。そしてなんとロリポップですね、8月に先日流したオーライトリリースしたんですけど、9月もですね、レッツというセカンドシングルが発表されます。すごいですよね。そしてまた10月にもあと1曲、これはまだ曲名まだ発表されてませんが、出ますので、リリース3ヶ月連続で3曲連続リリース、すごいです。これはもう必見ですよ。ロリポップのね、定期ライブ私も行ったんですけど、ここ FM 那覇であったんですけどね、もうすごい、こっちお客さん満員で本当に大盛り上がりでしたね。もうやっぱいいですね。私ガールズグループとかとっても好きなので、もう超楽しかったです。このね、みんなの素がとっても出てたし、本当に可愛さがもう伝わったイベントでした。
結構ね CD もたくさんの方に買っていただいていたので、これからの活躍ますます楽しみです。そしてロリポップですね、あの YouTube チャンネルもできたので、ぜひチャンネル登録もしてください。ここで活躍見れると思います。あと定期ライブの様子とかも見れますので、ぜひぜひチェックしてみてください。楽しいと思います。はいですね。そしてメッセージ、話は変わりますが、この田原里穂ののんきにこけ高校にぜひぜひメッセージお待ちしております。メッセージは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までどしどしお待ちしております。ツッコミやコメントや感想やなどなど、いろいろ皆さんぜひぜひお願いします。クレームは一切受け付けておりません。お願いしますそうです、もう本当にこのねラジオでね喋ってるとね、これ毎週お母さん聞いてるんですけどね、あの先々週ぐらいにあの中身汁、稲目土の話して稲目土作ってきたじゃないですか。で自分ができる料理、あのなんだっけ、カレーと卵焼きととかいろいろ言ったんですけど、帰ってきてあお母さんにね、あんたカレー作れないでしょとか言われて、作ってるところ見たことないしとか言われて、もうかえーみたいな、作ったことありますよ。でもどんだけね、そのもうダメな子だと思われてるのか、もうショックですよ私はだからね、これからはお母さんが見えるところでちゃんとっていうか、お母さんが見えるときにやってるよアピールしたいと思います。だって全くやってないわけじゃないんです。ただめんどくさいって聞こえました今、言ってない、あのなんだろう、このなんね、やるまでにやっぱ時間かかるじゃないですか、腰が重いんですよ。だからね、やらないだけでできないわけではないんです。やらないとできないが別なんです。ただやってないだけなんです。だからやればできる、そうそうなんですよね。だからね、いろいろなこのラジオを聞いてもうお家でクレームが殺到するのでこの発言怖いんですけど、本当にやらないじゃなくて、あ、できないんじゃなくてやらないだけ。もうこのねクレームいただいた瞬間にね、えーって言って、作ったことあるよって、忘れたのって言ったら、見たことないって言われたからね。まあその時ご飯作る気分じゃなくて掃除する気分だったので、夜中の12時ぐらいだったんですけど、なんかスイッチが入って冷蔵庫とか動かして、なんかいろいろもうめっちゃ大掃除しました。いきなりスイッチが入って、気になりだしたら止まらない A 型の癖そうだからちょっとね、見せつけてアピールしましたねそうということで、クレームは一切受け付けておりませんが、感想やメッセージなどはどしどし受け付けておりますので、皆さんぜひぜひ送ってください。そして私のツイッターとかインスタ、あ、ツイッターですね、ツイッターでコメントなどもぜひお待ちしています。で私田原里穂で、あのツイッターとインスタグラムもやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、それではここで1曲聴いてください。ピラノパウルス&パッキャマランドで Now and Forever。ずっとそばにいて見守ってくれたね、ありがとう。出た思い出が弾け出す、この道何度通っただろう、落ち込んでため息、不安な気持ち、気づいてくれた優しさ、わがまま気ままな
さあ、棚原里穂ののんきにコケコッコ、今日も1時間お付き合いありがとうございます。エンディングです。あっという間でした。今日もはいそうですね、今日8月30日ですが、次の来週のお題を発表します。いきます。ドルピーン、コンビニのことです。店内のでの出来事やなどなど、なんか面白いことがあったなど、必ずこれを買いますとか何かあれば、ぜひぜひこちらにメッセージ、780@fm.jp までどしどしお待ちしております。はい、ということで来週のテーマはコンビニの高騰です。そしてここでお知らせ、明日8月31日 RBC の、7時半頃からおきちゃんに出演します。生放送です。ぜひぜひ見守ってください。うまくいきますように。そして9月1日次の日の土曜日ですね、 OTV で11時半から青春応援番組アグレナリンです。今回はですね、オロク高校の女子バレー部に行きました。なんとですね、またまた体験したんですけど、ガチのレシーブ、アタック
レアタック受けました。これやばかったですよ。もうどういう風になってんのか、ぜひぜひ、もうガチなですからね、現役高校生のガチなアタックです。どうなってるかぜひ放送お楽しみにしていてください。そしてもしですね、学生が聞いてたらなんですけど、あのアドレナリンでですね、あの青春の1ページということで、皆さんの青春の写真を募集してます。ぜひぜひ送ってください。なんか学園祭の時だったり、まあ、遊んでる時だったり、なんか楽しい動画とかぜひ送ってください。なんとですね、採用された方には1000円分の商品券がプレゼントされるそうです。イエーイ、やった、豪華じゃないですか。ちょっとぜひぜひ皆さん応募してくださいね。さあ、アグレナリンのアカウントも SNS、 インスタやツイッター、Facebook もありますので、ぜひチェックしてください。そしてまだ見てないよという方は YouTube に動画アップされていますので、もうこれはね、一番最初のやつからあるので、ぜひ私は進化しているのかそこも含めて見てもらえたら嬉しいです。はい、では皆さん、今日も1時間聞いてくれてありがとうございます。本当に感謝です。そして今日も1日またハッピーな1日を過ごしてください。そして来週会う時まで来週会う時までハッピーな1週間にしましょう。まだ1週間あっという間ですので頑張るぞ。はい、ということで今日も本当にお付き合いありがとうございました。ではでは、また来週、バイバーイ。